参考優勝は関脇照ノ富士狩野、成績は準優勝3回であります。はじめに新海大会
もう一番勝つつもりでやるつもりで。どうでしたか？涙ですけど、そして最初に大関に少しでも近づけたという話がありました。大関昇進が確実になりました。ありがとうございます。もちろん自分の中では緊張してたんですけど、それを乗り越えて頑張ろうと緩めて、よくやった、ありがとうございます。15歳の時から相撲を見て、自分で相撲をやりたいなと思って、で、日本に来たんで、このようなことでやって、優勝するって夢みたいなことがあって、それに、自分でそれを思っているのは本当に夢みたいです。そうですね、まず日本にいる、日本に行く時から、なんていうんですか、もう緊張して、あんまり、すみません、そのようにこちらは緊張してみたいですね。そうですね、どうですか、とりあえず、本田だ、感謝のことを今、横田だ、横田だ、だまず、お母さん、お父さんに感謝の気持ちいっぱいです。これから、そして応援してくれる方々、そして親方、お母さん、部屋の皆さんに感謝の気持ちいっぱいです。続いて、本国総理大臣賞の中であります。